はい、ではまずは生地を揃えてください。今回使うのはこのピンクの生地をポケット、そしてリブですね、リブと身ごろの天軸で、リブの生地は身ごろと揃えて同じような厚みのものにしています。そして型紙ですね、型紙は、人の服は大きいのでこのようにのりしろで貼り合わせるっていう形になっています。のりしろ同士を貼り合わせて1枚の型紙にするっていう風になっていますので、まずは、袖ですね、袖、半袖と長袖の型紙入っています。どちらを作るのか、好きな方を決めて、で型紙を後ろ身ごろ1枚と前身ごろ1枚、そして袖、そしてポケットですね、ポケットと首リブの型紙を用意してください。